ファジアーノ岡山対湘南ベルマーレ、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、まずは両チームの立ち上がりでしょうね。どういった風に組み立てていきたいか、そういったところが最初に見やすいですからね。最初はそういったところに注目していきたいんですよね。最初からプレッシャーをかけてくると思いますよ。なるほど。映っている選手です、川原、本日のキャプテン。さあ間もなく試合です。キックオフです。スタートです。薄い回して沢口、そして前線、負けてないですよね。おっと、いいですね、コース先読みしてましたよ。良い守りです。坂本、チェックきついですよね。クリアされます。チェック、いくか、コーナーキックに変わります。ベルマーチャンスです。これは動いた、危ないところでした。ここで激しいシュート、手で弾いた、なんとかクリア。ヘッドでの競り合い、競り合った、つながりません。寺川入れてきた、ヘッド、リチャンガン、いい判断を見せました。さらにディフェンスに当たってコースも変わったんですけどもね、よく反応しましたよね。チェック、つながる、チェックが入りました。左へ、前線へ、川原、サイドから行く、シュート、ゴール。うわ、前半開始早々岡山先制点をもぎ取りました。サポーターが沸いています。でもポストの内側に当たってましたからね、ああいうのはなかなか触れませんよ。さあ画面にはリプレイが出ています。北澤さん、岡山今のところ格上のチーム相手によく戦っていますね。そうですね、非常にうまく戦えてますし、あまり見劣りしませんよね。むしろ動きいいと思いますからね。こういったプレーはファンも喜びますよね。岡山まずは1点先行しています。いや、しかしね、これで相手のモチベーションも上がりますからね。まだ分かりませんよ。そうですね、チェック、早くも攻守が変わっています。岡山いいディフェンスですよ。これはファール、チェック、右へ、薄い中盤担当、さあ競っていく、走りまくっています。ドリブルですね、チェック、さあいけるか、細かいボールの奪い合い、
アプローチする。チェック奪われる。ここで流れをつかみたい。ファール。尾崎、ここで主審に呼ばれている。尾崎イエローカードを受けました。フリーキックになります。ベルマー、今のところ1点のビハインド。この辺からちょっと下がったところでふと奪われてヒヤッとするシーンが多いですよね。はい、場合によってはただのミスでは済まされなくなるんでね、注意してほしいですね。そうですね。前半15分が経ちました。取る。自分たちのリズムに持っていきたい。阿部、遠目から行くか。素晴らしいディフェンス。左へ川原、うまく受けました。おお。そして前線、アジエル。あっと、このスルーパスはオフサイド。一旦はたきます。アジエル、小坂、右にはたいた。おっと、抜けた。あー、枠の右。いやー、北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。形としては最高でしたけどもね。ベルマール、スルーからのチャンスを逃しています。左へ出す。アプローチ、再び小坂、つながりません。柔らかいパス、つながればチャンス。スライディング、左側上がる。一人上がっています。渡ります。さあ、固まっている。ここで激しいシュート。キーパータイミングよく飛び上がりました。沢口、奪い返した。誰が前線に待っているのか。さあ、固まっている。上げてくるか。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ここで奪い合う。いい展開です。ヘッド、あっと、ゴールになりません。左サイドをうまく崩していったんですが、ここは得点になりません、悪くはなかったですよね。うまく左を崩しましたよね。おっと、競り合います。小野、ヘッドで競る。追いかける。薄い、寺川、縦に出す。ここでファールです。フリーキックとなります。このボール、さあ、跳ね返した。川原、おっと、上になりました。オフサイドですね。ここは旗が回りました。さあ、今の場面、まもなく前半も30分が経過します。再び奪い返した。囲まれている。アプローチ、坂本、田原、チェック、
込まれます。追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、攻撃の流れを見る限りでは今はいいところでボールを受け取れていると思いますよ。チャンス増えてきてますからね。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいですよね。左へ、右にさばいて、カット、田原、右に出して、さあ抜け出した、おっと危ないところでファールです。たまらず行ってしまいましたね。これはイエローカードをもらってしまった。完全に抜かれそうでしたからね。チームにとっては本当に正解だったのかもしれませんよ。ここで激しいポストから右へそれた。そこからキム・グァンミン、右にはたいた、パスをつないでいく、小野、回して薄井、スライディング、これは長すぎました。取ります、チェックに合います。パスです、薄井、岡山ボールキープしています。これは合いませんでした。柔らかいボール、アプローチ通りません。前、後ろからのマーク、小野、よく守っている。さあ絶好の位置でスローインです。味方を探している、頭で合わせた、これを決めることができません。いやでもね、また今みたいな形を作れれば必ずチャンスきますよ。はい、いいボールでした。果敢にスライディング、あと足で行きました。これはファールになります。今前半の40分です。薄い、小坂、チェック、ベルマー、防戦一方になってきました。おっとオフサイドはないぞ。ここはなんとかクリアです。薄い、中央から上がっていきます。小野、ボールが渡る、渡ります。さあチャンスだ。キーパーしっかり抑えました。前線です、ふわっと上げて、さあどう展開する、なんとかクリア。大事なところ、左足で中央に入れた後だったんですが、これは阻まれます。果敢に前へ、ここで奪い合う、川原、チェック、笛が鳴りました。前半終了です。さて北澤さん、はい、岡山前半に先制して折り返しました。ね、いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね。なるほど、それではここまでの動きを振り返ります。まずは後半スタート、岡山エンドが変わって右から攻めます。その反対側がベルマール、チェック、狙ったボール、キーパーパンチング、サイドネットです。一旦はたく、
前へボールが出て繋いで川原チェック、厳しいディフェンス、どうする、後ろへ預けた、さあ固まっている、コーナーキックになります。上げるのは川原、さあこれは入ってきた、いいプレッシャーだ、位置取りが甘い、川原キャプテンです、カットです、寺川前に出した、ここで受けた、攻め上がったんですがここはうまくいきません、取られます、駆け上がって待っている、さあ抜け出した、ああ枠の右、いやー北澤さん、もう本当そのまま行きそうな感じだったんですけれどもね、よかったですよね、ああやって前に出していくことによって相手を引きずり出す効果もありますからね、前線へチェックきついですよね、ここで受ける、小坂中盤の選手、薄い、うんと動いたか、これいいボールですよ、一人だ、うっと決められない、スライディング、ベルマーペースをつかみたい、短くつなぎます、おお、これはファールの判定、イエローカード、いやいい位置ですよ、直接来た、あーこれを決められない、そのまま狙ってきました、場所も非常に良かったですからね、直接狙うのもありの場面でしたよね、ベルマール直接狙っていきましたがゴールにはなりませんでした、ここから薄い、ここから小野、小坂チェックに行く、スライディング、ここでホイッスルがありました、イエローカードです、もうちょっと体を寄せていればねファールにならなかったんですけどね、そうですね、さあリスタートになります、壁に当たる、さあ入れてくる、ゴール2点目、岡山リードを2点に広げました、クロスをボレーで合わせました、しかし何と言いますかダイナミックな得点シーンになりましたね、はい、いいポジションにいましたよね、早い位置取りができるとああいったプレーもできるんですよね、いやしかし展開力とかはね素晴らしいですよね、西野サイドからチャンスを作り得点に結びつけています、ゴールを決めたのは、さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています、北澤さん、しかしうまく決めました、そうですね、いい時間帯ですよね、それによく動けてますからね、岡山今のところいい展開で得点を重ねています、うまくペース掴んでますよね、あっと厳しいディフェンスだ、西野主審に呼ばれます、イエローカード、今のファールもう一度ご覧ください、足に行っちゃいましたからね、これはカード出てもおかしくないですよ、そうですね、
頭でチェックに合います。壁を使います。岡山ボールを回します。チェック、うん、いいプレッシャーだ。届くか、これは読まれていました。いいディフェンスを見せます。ここで奪い合う。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。アプローチ、寺川戻し、左に展開します。もう一度田村、中央から上がっていった。小坂回します。小坂スライディング、ディフェンスの網の中へ。通りません。チェックに合います。抜けますね。前にいる。さあこの位置でタッチを割りました。3人いますよ。頭でクリアします。もう一度坂本、追っていくアジエル、横へ動きます。ベルマール、さあここまで押し上げてきました。右に小野、ディフェンス、岡山つながりません。チェック、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。後ろからのマーク、お、いいでしょう。シュート、川原、小野、臼井、さあ攻撃に注目です。チェック、横へ持っていく。チェック、山口、チェック、前線へ、チェック、リターンを受けてキム・グァンミン、攻め上がったんですがここはうまくいきません。ヘッド、おっと、ほんといい反応ですね。いい動きです。後半30分を回ろうというところ。さあどんな展開を見せるのか。ここはなんとかクリアです。ここで互いにメンバーチェンジが行われます。1枚イエローもらってますから、その辺もあるかもしれませんね。ここで激しい、さあ跳ね返した。ああいう局面でも落ち着いていますね。通らない、ちょっときついですよね。ファウルをもらってしまいます。追っていく、硬い守りだ。中に3枚か、いい守りです。
下げて中には3人いる。チェック。さあ前にいるぞ。コースを探す。アプローチする。右サイドを駆け上がっていきます。坂本、追いかける。右へ、左、読んでいました。寺川、縦に送ります。どう崩していくか。前へゆっくり送ろうという場面です。ビッグチャンスになるか。短くつなぎます。スライディング、西野、チェック、戻します。ステップワーク見せます。アプローチ、逃げます。戻して田村、預ける、前に送って、これは長すぎました。流れをつかめるか。そして村松、縦に出して、40分になります。後半40分、小さく出した、いいでしょ。おっと、これピンポイントだ。チェック、右に、ディフェンスでした。ヘッドで競り合います。下げて、ここは保坂、原、ヘッドで戻します。どう攻めていくのか。上がっていきます。ここで奪い合う。手で弾いた。あっと、外れた。今のは入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。おっと、交代ですね。1枚イエローカードもらってますから、その辺もあるかもしれませんね。チェック、これは通りませんでした。通りません。アプローチしていく、後ろへ流して戻します。鎌田、まだ退場こそないもののダイルカードを出されています。岡山、もう少しね、気をつけたいですよね。はい、まだ諦めていません。おっと、上がってきますよ。長いドリブル、よく守ります。ここで笛です。岡山、見事勝利を挙げました。北澤さん、はい、試合の感想をいただきたいと思うんですが、いかがでしたか。はい、ここぞという時に相手を自由にさせなかったのがポイントでしたよね。それによく動けてましたからね。チームの状態も良かったですからね。はい、さて、それではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。前半7分、川原、いきなりの先制点を決めています。そうなんですよね、シュートを打つ前の選手のプレーなんですけど、途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、やはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。それから後半13分、岡山、追加点となるシュートを決めました。そうでしたね、クロスを綺麗に繋いでましたから、もうあの時点で決まってましたよね。本日の結果は2対0、岡山勝利をものにしました。
解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールを愛してやまない皆さん、またお会いしましょう。さようなら。